こんにちは、つちのこです。長らくお待たせしました。とりあえずね、やってるゲームが一段落したので、ペーパーマリオ RPG の方は続きやっていきましょう。今度は結構集中的にやっていくよ。また忘れてるかもしれないけど、みんなのコメントを頼りに頑張っていくぜ。さてと、どこからやるんだったっけ。開かないな。この中に入る？お、待って、やべえやべえ、来てるんだけど。まずは、お、よし、社員をゲットだ。あ、危ないわお、やべえ、ちょっと待てや、これはどうしたらいいんだあれ、なんかちょっと待って、訪れしてるな。よし、あ、オッケーオッケーオッケー、訪れ治った。じゃあ次々ジャンプで、まずは、あ、やっちゃった。そっか、むずいね。メット4、いやー、ちょっと可愛いかも。最大 HP は5で、攻撃力は3、防御力4よ。防御力はかなり高いわね。それに火や爆発の攻撃は効かないみたい。でもジャンプでひっくり返すと防御力が0になるわ。そうなったらもうこっちのもの。オッケー、なるほど。これ次々ジャンプをすれば多分、あー、攻撃をされなくなるんだよね、きっとね。あ、いてくそー、なかなか大変ですな。オッケー、いやー厳しいぜ戦いが。お、レベルアップ、やりました。どれ開けようかな。バッチポイントそろそろ欲しいよね。いや30も欲しいな。いやバッチポイントか、やっぱり15だし。オッケー、回復もしちゃった、ラッキーラッキー。ちょっと待って連続っすか、きついねこれ連続はもう何これ、完全にはまってるんだけど。何プシュってよし、これはハンマーしかないよな。はい、どうしたらいいんだろう。トゲメットよ、メットにトゲがついてるのね。最大 HP は5で、攻撃力は3、防御力4よ。メットと同じで火や爆発の攻撃は効かない。ひっくり返すと防御力0、踏んだりしたらダメ。難しいねこれね、どうやるんだろう。貫きしか思い浮かばないんだけど、他にあるかいや効かんがもう何連続攻撃させんの、もういいね。いやーきついぜちょっとこれ早く抜けたい、ここ。よしよしよし、ようやくだよ。竜巻ジャンプ、空中の敵にも全てダメージ。ちょっと待って、怖えなこれ、次行く時が。お、押せ、大丈夫、もうボロボロよええちょっと待って、ん ロールモードでどうやって通り抜けるんだよやべここ間違えた？ちょ、回復しよう。
ロールモードで。いや入れねえ。あ待って、あこっから入れるやん。ご丁寧に開いてたわ。普通に開いてた。他にないよね。なにこれ。おいちょっと飛んでったんだけど。おいちょっと待って、ねえ飛んでったんだけど、ちょっとおい、おびっくりした。離せ。おい飛んでくんだけど、ねえおびっくりした。逃げるんだよ。おいなんで飛んでくのね。おいおい、どこ行ったどこ行った。ちょどういう原理。おい飛んでかないで。ちょ面白いんだけど。おい飛んでった。飛んでったんだけど。おいガチバグじゃねえかいこれ。あなんか向こうの方飛んでってた。向こうに消えてったぞ。これみんなでもなるのかな。クリスティーヌちゃんでちょっとやってみよう。あれ別にならないな。消えてくのが面白すぎたんだけど。あれならなくなってる。何だったんだ。何がフラグだったんでしょうか皆さん。ガチバグじゃねえか。来ました。わあちっちゃい。わあ敵がすげえ出てきそうな雰囲気。ここは？おテレサ。仲間が捕らえられてしまった。一人ぼっちは寂しい。ああ、なんだろう。これは関係ないってことか。ここは？仲間がいなくなってしまった。一人ぼっちは悲しい。なんなんだ。怖いじゃねえか、ちょっと。なんか星があるけど。あ、スターストーンかこれ。ねえ。壊せ。あ、なんか動くぞ。あ、わわわわわ。お、あ、なんかある、ありそう。出番よ、クラウダ。ふー、なんだ。お、はぁ、はわわ。フラワー節約。あ、いいね、フラワー節約。いくら？おいくら万円？フラワー節約4。4か。4ってきついね。次々も悪くないもんな。あと1個どうしよう。ガツン貫き。ガツンいっか。で、フラワー節約。フラワー節約いいよ。これ何？なんだ？うわ！なんて出た出れた！突然ですが、ここで問題です。今この箱から出てきた私たちは全部で何匹でしょう？うわ何匹だろう。いや100より多かったんじゃねえか。200匹。あたり。これあげる。恨めしい。またどこかで会うかも。やべえ、正解した。ウルトラキノコゲッツだぜ。内側から鍵をかけられているようだ。あ、これはここのみってことか。そして、あら、クスクスクス。おーい、僕をいじめる？いじめないよ。変
ントだな。さあ出ておいで。おいおいおい、やめてくれよ、いじめないから、怖すぎ。巨大テレサになるんじゃねえだろうな。おい、めっちゃなんかついてきてね、俺にねえ。怖いよ。怖すぎ。あれ、なんかこれ変なとこ出ちゃった。あ、なんかボタンがあるぞ。押しちゃった。すげえ震える。何が変わったの。ちょっと戦ってみたいな。天井系か。バサバサよ。バサバサと羽ばたくからこの名前がついたのかしら。ナイスなネーミングセンスだわ。私的にヒット。まあそれはそれとして、最大 HP は6で攻撃力は3よ。天井に張り付くのが好きみたい。どうにかダメージを与えれば天井から離れるわ。オッケー。あ、5か。結構しんどいね。いて。よし。この赤ボタンは一体何だったんだろう。まずはちょっと観察。こっちにもこれ、お、これもあるけど。あー、これは多分一緒だな。はんはんはん。あー、同じだな。こっちも押しとくか。中に階段があったのは見たけど。あー、同じだな、階段も。まあ両側押しとくのは悪くないでしょ。あ、待って、これ扉が3つある。なるほど。怖いよ。これで、これでどっちかに移動してるんじゃないか。僕はもう下押して向こう押したから行って帰ってプラマイゼロみたいな感じになったんじゃない。あ、ほらやっぱり。まずこっち、こっち行ってみよう。よし。オドロン寺院の鍵。怖い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 。こっちは終わったから。あとは向こうを2回押せばいいんだな、きっと。はい、来たー。いっけー。よし、とりあえずセーブポイントゲッツで、ここがオドロン寺院の鍵で開くと。何が出るかな。うっ、回復するか。いや、しとけ。しとく必要あったかな。なんか後悔してきた。俺っちのために頑張れ。土っちよ。はい、なんだ。こらこら、誰？あら！僕のくつろぎの時間を邪魔するのは誰だ？こいつが村長が言ってた化け物か？化け物って言うな！なんだお前ら、まさか僕をやっつけに来たのか？あいにく僕は次のいたずらを考えるのに忙しいんだ。さっさと帰ってくれよ。って言っても、どうせお前らはおとなしく帰ったりしないんだろ？はいはい、わかりましたよ。そうです、僕が村の人たちを豚に変えてあげました。おい、開き直るなよ。
なん、あんたなんで村の人たちを豚に変えたんだよ。そりゃあいつらいつも暗くてブツブツ言ってつまらなそうだからさ、どうせならブヒブヒ言う方が面白いかなって思って、それで豚に変えてるのさ。なんか文句ある？ああ文句があるからここまで来たんだろうけど、いやいや遊んでやるよ。来た。なんかこの人をサムネにしてる人いない？僕のあのコメント打つ人で、オリマくんか、これマリオオリマくん。その印象がめっちゃ強いんだけど。さーてこれどういう敵だと思う？まあ、まずは結構強いハンマー、いや違うな、まずは仲間チェンジでクリスチーヌ物知りからだな。どれどれ、ほいほい、ん、おかしいわ、こいつのことが載っていないの。一応似ている怪物など載ってるんだけど、やはり名前はわからないわ。最大 HP は40で攻撃力は4、防御力は0。得意技は自分や他のものを変身させること。もしかしたらその力で村の人を豚に変えたのかもしれないわ。そうだとしたらなんてやつなのかしら。なるほど、40。やべえこれボス戦前に変えとけばよかった。次々ジャンプとかじゃん。変わんないなこれ。よっしゃ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 、じゃあこっちも遠慮なく攻撃させてもらうよ。わあ、いって、ちょっと待って、まあツッチーが一番だよね多分ね。ヒップドロップが5は与えるから、3、4、5、オッケーオッケー。次々も関係ないからジャンプ、普通のジャンプしかねえな。しまった。しまった、変えればよかった。普通にジャンプした方がいいか。4しか与えないけど。いや、いって回避できねえ。4だもんね、どっちも同じ。なかなかやるね、ちょっと見直しちゃったよ。あ、そうそう、村の人を豚にかけてしまう呪いだけど、あれは魔法の力の保温の一部なんだよね。せっかくだからお前らにとっておきの魔法を見せてやるよ。えっ、えっ、ひーの、どうよこの魔法の力。お前らは自分たちと戦うことになるんだよ。どうするよ。ほんにゃろ、なんか逃げ出したんだけど。どういうこと？いいのかな戦って。はい、あ、別に良さそうだけど。何の怖さもないんだけど、自分がダメージ食うんなら怖いけど。いて。何にやられた今。はい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 、さあ残り4だぞ。どうだ、勝った。へしゃ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 、そんなバナナじゃなくてそんなバカな。ほう、あれ倒しちゃった。やりました。こんな弱いの。あらららら、やったぜ、スターストーンをゲットした。こんな簡単にいいんですか？ステージクリア。本当？なんか簡単じゃなかった？オドロン寺院の化け物を倒し、マリオは4つ目のスターストーンを手に入れました。
今頃呪いが解けた村の人たちは元の姿を取り戻していることでしょう。全ては順調。7つのスターストーンを集めるのもそう遠くはなさそうです。明るい未来に向けてマリオは意気揚々とオドロン寺院を後にします。いやこれ絶対なんか怪しいんだけど、じゃあ今回はここら辺にしておきましょうか。ちょっと次の展開なんか怪しい感じ、そんなにね次は間空けずにバンバン出していこうと思うので、よかったらまた次回も見てください。なかなか続き気になりますよね。またピーチパート来たりするのかな。よかったら見てください。それじゃあ土の子でした。